皆さんこんにちは、まめです。たまです。今サムネイルとタイトルを見てびっくりした方いると思います。自重をするな、自重をするな、今日から自重をしちゃダメ。バナナするよ、いきなり。まずあらかじめ伝えておくことは、自重トレそのもの、これを全否定してるわけではありません、はい、じゃあ自重トレをするなってつまりどういうことかっていうと、間違ってやり方で自重トレをするぐらいだったらジムとかパーソナル通った方がいいよ、そういうことです。で、自重トレっていうのは、なかなかこう正しいやり方とかバリエーションを知らなかった人がいるとか、あとは家とかだからダラダラして継続できない、はいはい、そういう方々がやっぱ多いと思うんだよね、で、そういう方々はやっぱりジムに行くのがおすすめ、ただしジムに行くとしてもやっぱりお金ね、まあ、かかるよね、高いじゃん、高い高い高い、1万円ぐらいの会費を払ってさ、で、わざわざジムにも足を運ばないといけない、やっぱこういった代償はあります。ですので、そんな中でも自重トレをしたいっていう方々に向けて今回特別な動画を作りました。はい、なるほど、無理やるから今回ジムへ行かずに自重トレをやりたい、そんな方々に向けてまずは自重トレの正しいやり方、そして継続させるコツ、この2点について話していきます、はい、そもそもよくね、僕らもね質問でもらいます、自重トレでも筋肉ってつくのね、どうなのって、つきます。自重トレでも筋肥大はします、ただそのやり方っていうところがやっぱ大事になってくるんで、そこをね説明していきたいと思います。最初に正しい自重のやり方を説明する前に、そもそも自重のメリットをお話ししたいと思います。まあ2個あると思ってて、1個目が初期費用0円、2個目が家とか公園で気軽にできる。自重はそこだね、誰でもすぐ始められて、どこでも場所問わずできちゃう、まあ、それこそね、俺らなんか腹筋なんかさ、もう自重しかやってないし、自重でもかなり鍛えられるから、鍛えられるね。ただし自重トレだけでは筋肥大する難しい理由がありますと。これも理由2点ありまして、1つ目が自重トレの種目のバリエーションを知らない、2つ目がこれ結構多いんだけど、継続ができないとか、なかなかモチベーションが上がりづらいっていうのが筋肥大しづらいかな。確かに1つ目はね、今やまあ僕らもこう動画で出してるから、種目とか、まあ、いろんなの知ってるよって方々も増えてきたと思うんだよね。ただ確か継続だよな、継続だね、そこが一番難しいとは思う。ただし今回の動画を見れば、種目数も知って、さらに継続も知れて、さらにモチベーションも上がって、もう自重トレの神様おめでとうございます。先ほどのメリットの反対でもありますけど、ジムと違って教えてくれる人がいないから種目を知らないっていうのと、だらけるのが簡単で継続させるのが難しいっていうのがあります。では先ほど紹介した自重トレでは難しい理由2つ、このまず1つ目の自重トレの種類のバリエーションを知らないについて話していきます。そもそも筋肥大するにはまずは回数、筋トレの回数を増やすか、もしくは種目数を知る、まあ増やすこと、もしくは重量を増やす、このね2つのどちらかを上げていけば筋肥大はすると。要は体に負荷をかけなきゃいけないってことだよね。そういうこと、で、その負荷のかけ方っていうのは重量のパターンもあれば、こうやって回数とか種目数を変えて刺激を変えてあげる、そういうパターンもあると、自重トレでそもそもこの丸2番の重量を増やす、これって難しいよ。これ難しい。まず自分たちの体重を使ってそれを負荷にして自重トレって行うから、丸2は難しいと。よってこの丸1、これをねどうしたらいいかっていうのをちょっと話していきます。シンプルに種目ごとの回数、例えば10回から12回に増やすとか、そうやって強度を変えていくのも良しだし、僕らが出してるようなトレーニングメニュー、まあ様々なメニューを出してるんで、種目数をこう変えてあげて刺激を変えてあげるのもいいです、つまりは自重トレでも正しい回数や、そして正しい種目数で刺激を変えてあげること、まあつまり正しいやり方でやってあげれば筋肥大っていうのはもう大いに可能、特に体操選手、あ確かに、まあ、今もうオリンピックの時期じゃん、もう体操選手って普通にやばくない？決まりないすごいよね、まさにああいう体操選手って、ああ今体操で使う時の筋肉、まあ自重トレだよね、で鍛え上げられた体なんで、あそこぐらいのまあちょっとレベルは違うけど、可能性は大いにあるよ、ね、だからもう全然いけるんだよね、いけるいける自分次第で。ただ問題なのがこの2つ目、その継続モチベーションが上がらない、ここなんですよね。続いて2つ目、継続できないモチベーションが上がらないについてです。でまず大事なことは、いかに面倒くささってをなくすこと、これがポイントですと。でそのためのポイントが3つあります。まず1つ目が筋トレのスイッチが入る環境をすること、まあ、例えば自分が気に入った筋トレグッズを集めたりとか、はいはいはい、筋トレができるようなスペース、部屋とかを作ったりとか、まあ、やる環境、私から入るじゃないけど、結局さ勉強嫌いな子もさ、塾に入らされたらさやるじゃん、やるね、そういうことだよね。2つ目、自分の理想の体型、目標の人とかを作る。筋トレってさ、まあ、大変じゃん正直、大変だね、まあ、それをこう継続していく中で、まあ、分かんなくなっちゃうと思うんでね、どこに向かってやっていいかみたいなね、そう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 、っていうのをあらかじめ こうなりたいとかっていう目標があれば、そこに向かって頑張れると思うから、まあ明確な目標を作るっていうのが大事なんです。3つ目、
多分これが一番大事だと思います、うん、無理せず行うこと。結局大事なことって継続をすること。よくあるのが1日1時間やります。筋トレはこれまで1回もやったことない人が1日1時間ってめっちゃハードルが高いと思う。高いね、うん、だから例えば1日1分とか3分とかですごい短い時間を設定してその時間だけやるとか、あとは低強度筋膜で1回から始めるとか、1日3回だけとか、っていうのを決めて、それだけは絶対にやるっていうのをやっていけば確実に習慣になっていくから。だからもう回数とかも低くてもいいから、うん、忙しくては今日疲れたなっていう人もとりあえず腹筋1回とか、うん、スクワット1回とか、もうそれだけでも継続していくってことが本当に大事だから、うんうん、無理をしすぎないっていうのはめっちゃ大事、うん、めっちゃ大事、うん、本当にもう全てここって言ってもいいぐらい、うん、はい、ということで今回は間違ったやり方で自重トレをするな、そういう話でした、うん、今後も僕らの方で自重トレの良さとか自重トレのバリエーションっていうのも紹介していくんで、ぜひ皆さんの参考になるかなと思ってますんで、うん、皆さんと一緒に頑張っていきましょう、はい、今回の動画がためになったよって方はチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ、頑張ってー、応援してるぞー。筋トレ始めたいんだけど何から始めていいか分かんないんだよね。そんな悩みを解決するために公式 LINE 作りました。自分の悩んでいることを入力するだけでその人に合ったおすすめの筋トレを紹介するよ。本当だ、これを使えば筋トレのモチベーションも上がる。同じ悩みを持っている人は今すぐ LINE を追加してみてね。みんな一緒に頑張ろう。